皆さんこんにちは。今回はリップル XRP の7月30日の価格予測をシェアします。信頼できる暗号コミュニティの予測を参考にしています。この予測の過去の精度は 90% 以上です。詳しくはこちらの動画をチェックしてください。動画の最後にリンクを貼っておきます。この予測は月末にその価格になるというわけではなくて、その価格に一度でも触れるという意味で取り扱っていますが、でもそれでもすごいです。このシリーズを始めてから一度も外れたことがありません。さてまずは先月の結果から見てみましょう。先月は約 4% の下落を予測していましたが、動画をアップしたその日に 4% 下落して予測通りになりました。月末も予測価格に近い値段でした。触れたという緩い基準で言えば今回も当たりです。触れた率では 100% をキープしています。では気になる7月31日の価格予測を発表します。約 0.48 ドルとなっており、現在価格とほとんど変わりませんでした。だからほぼ確実にこの価格に触れるでしょう。このシリーズで初めてのパターンです。ちょっと物足りない感じもしますが仕方ありません。少し物足りないので自己学習型 AI を使った暗号通貨分析プラットフォームの予測も紹介します。この分析プラットフォームでは約1ヶ月後の価格予測を 0.57 ドルと予測しています。7月2日の価格が 0.48 ドルなので約 20% 上昇すると見ています。日本円でいうと7月31日の XRP 価格を82円くらいと予測しています。この AI 予測も次回から加えてみても良いかもしれません。予測が的中することを期待しています。おまけ情報としてリップル XRP が第2四半期で3番目に取引量と流動性が高い仮想通貨になったそうです。前四半期よりも2ランク上がりました。特に韓国の取引所で人気が高まっています。今回は過去の精度が 90% を超えるという暗号コミュニティの価格を紹介しました。では次回をお楽しみに。バイバイ。